けれども、直帰でしたね。直帰しました。はい、嘘、家からもう直行の直帰マジで、はい、嘘、でそれはなんでやらないんですか、理由とかあるんですか。なんかなんだろうね、夜遅いし疲れちゃった、眠い、いやでもその疲れた体になんか冷たいものを流し込むみたいなのが、あでも、まあ、あれか、劇場とかやっぱあったりとか、でもなんか次の日とかも普通にお仕事なんですよね、だから、うんうんうん、結構早かったりして、うん、じゃあもう帰って寝ようみたいな、もしくはまあみんなでご飯食べてる時間があったらゲームをしたいと思ってしまう結構そういうメンバーもいたり、なるほどね。いやでも、いや僕もあのなるだけ早く帰ってアニメは見たい方ですよ。ですよね。一人でも、でもそういう時間も何気に大事だったりとかしますよ、時折ね。だからなんか大きいイベントの時だけやりませんとか。そうですね。ちなみにこれね、まあそう本当にこう本当になんて言ったらあの、あなんていうかな、下世話だっていうか、普段じゃあもうツアーとかもあったりとかするじゃないですか、あえて。そういった場合ってご飯とか。結構各自でバラバラで、みりんちゃんラーメン食べ行きました。私ラーメンの後にその沿線のそこのゲームセンターに行くのが日課で、一人で行くのがすごい大好きで、そればっかやってますとか。みんなね割となんか食べてるものが一致したら、あ今日寿司食べたいねって時は行こうか、行こうか、はあ、割とみんなバラバラで、ソロ活動、結構ほらグループによってはもうなんか行くとど、うん、結局塊でいるみたいなグループもいたりとかするし、あの中にはだからこの子とこの子はよく一緒にいるけど、あとはこの子とこの子ぐらいかなとかさ、この電波組の場合は結構もう6人解散みたいな。なんかね、なんかスタッフさんとかはまとまって結構打ち上げ会場とかでやってるんですけど、スタッフさんすごい仲良しってスタッフの方がねなるほど、ヘアメイクさんとスタイリストさんがどこ行くみたいななってたりとか、そう舞台監督さんとかは飲むのが好きだったりするんですけど、別になんか誘われもしなくなって最近、そうです、多分断りすぎて、あとバンドのメンバーとかね、そうです、メンバーメンバーでやってるんだ、メンバーメンバーで、みんなはドン解散解散って、まさに雲の子を散らせるすごいな。さあさあ、じゃあちょっとね、はい、ね、なんかこうチラチラ見えてますんでちょっといただいてもよろしいですか。そう、あのお土産をね、うん、持ってきましたよ。お、嬉しいよ、じゃあちょうだいよ、ちょうだいよ。本当は何もっとすごい大きいんですよ。何が大きいの。本当は大きいんですよ。本当はこんぐらいなんですよ、まあはい、本来大きいもの、はいはい、本来すっごい大きくてなんですけども、ちょっと予約が間に合わなくて、だいぶ小ぶりな感じ。なんじゃこりゃ。これご存知ないですか。初めて見た。シェイカダマ。シェイカダマのサンドイッチです。あ、さ、そうなんだ。サンドイッチ。これ中にサンドイッチが小さく、全部そのパンからくり抜いたパンで作ったサンドイッチが入ってるんですよ。あ、なるほどね。ちょっと開けてみてください。楽しいですよ。へえ。楽しそう。ちょっとこれちょこんな。おお、なるほど。斬新よ、マジで。本当はもっと大きくて、あーでっかい、あのなんかわかるわかる、なんかあのハートとかみたいになってて、はあはあはあ、ちゃんとね、あのパンにメッセージも入れれるんですよ、これ。なるほどなるほど。本当は TMR って入れようと思って、うん、だいぶないね。だいぶない感じや、うん、ちょっと予約が間に合わず。あー、なるほどね。いやもうだいぶ前から分かってない、1週間ぐらい前から分かってなかった。結構ギリだった。結構ギリに思いついちゃった。それだけだとそれかなと思ったんで、あとちょっとあの何ですか、パンの詰め合わせを。しかもちゃんとあの、まあ、今日は家飲みということだったので、はい、あの店員さんにね、いろんなね聞きして、お酒に合う、あそういうそういう種類ね、お酒に合うパンね。はい、誰もお酒飲んでないっていうの、誰もお酒飲んでないんですけど、ていうか普段飲むの、飲まないの。あんまり飲まへんじゃないか。そのいいや、ごめん、俺ね一個だけ、俺あのパン類を食べるとき、はい、カフェオレがないと食べられないんですよ。ごめんなさい、あのカフェオレを用意してもらっていいですか。あの、はい、ソイラテかカフェラテで、
なるたけ甘いやつが。なるほど、まあ、分かりますけど、僕ね、ほんと、なんかね、なんかありません？なんか、これ食べるときは、僕ピザ食べるときはコーラがないと食べれないんですよ。アメリカンな感じですね。いや、なんかしか、僕、まあ、あと、その飲めるコーラも、あのいわゆるレギュラーの当たり、あのずっとあるやつじゃなくて、クラシックじゃなくて、あの甘味料が好きなんですよ。甘味料、化学の力によって甘さを感じる甘味料が好きで、だからゼロとか昔のダイエットコークとか、もうとにかくそういうのが好きなんですよ。ダイエットコークは分かります、ね、味違いますよね。そう、あれを振って、炭酸を若干抜きながら飲む。僕あのキンキンの状態の炭酸、はい、飲みきれないですよ。飲めない、飲めない、しんどいですよね。しんどい、しんどい、しんどい、これ本当に。なのであのグラスに入れて氷入れて、はい、こう炭酸抜くか、ない場合外はもうこれぐらいのスペースを使ってえ、でもそんなバーンなりません？いや、これをだからもうちょっとずつカーってやってすごい高度な技術を見せる。そう、そうなんです、それです。え、カフェオレって言ってすぐ出てくるもん。あ、でもすごい、でもすごい。いや、あのうちの学園にあったのを覚えたんで、これ絶対。本当はね、本当はもっとこうあの、はいはい、クリーミーなやつじゃないと、こんなドトール。これギリかな、ギリかな、ギリかな、これで。じゃあいただきましょう、いただきましょう。あのこのサンドイッチマジで本当に美味しいです。本当、いただきますよ。大好きなんです。まあでもさ、女の子はね、本当に僕やっぱ男のね、はい、そのスタッフが多い現場なんですよ。そうすると、うん、こういう気の利いた女子ならではのね、女性のなんかそのあるじゃないですか、お昼ご飯に食べたいものとかさ、僕ねもうほぼ OL でできてるんです、だからもうねそういうの好きでしゃあないのに。マカロンとかお好きな方ですか？あ、食べます、食べます、でもそういうのなのに、あの出てくるの大戸屋とかだったりするんですよ。いや、そうですよ、いや好きなんですけど、たまにスキンパーさんに定食超美味しい。いや、いいですよ、美味しい、めちゃくちゃ美味しい、いいよ、しかも待って、ここやだやだ、違う、そうじゃなくて、なんかさ、なんかこうどっかのなんか専業農家のところが作った特別な野菜をなんかなんとかのところがやったやつみたいな、なんかそのなんかね、そういうなんか変なこう作ったおじいさんの顔が乗ってる感じの有機野菜で作りました。そう、それはそれでいいよ。そうそう、なんかとにかくなんかちょっとしたこだわりみたいなのか、そのなんか、あ、いつもと違うなみたいな。あ、じゃあ五穀米とかが好きな。あ、そういうのか。あとこの間何気に良かったのは、あのなんかいつもそういうね、なんかちょっとした大戸屋みたいな感じだったら、汁屋っていうのがまたあって、なんかこう味噌汁メインで、おにぎりがついてくる、なんかね、いや、味噌汁やこれ。なんかそれメイン、なんかそのでご飯もなんか塩にぎりなの、塩結びなのよ。なんかいいですね。そうそうそう。いいわそれ。あのなんか入ってきたばかりのスープストックを見る OL みたいな。なんか、なんか、そう、ああいうなんかもうとにかくああいうのが好きなんです。OL でできてる俺は。そうそう、ぜひじゃあ食べてみてください。ぴったりだと思いますよ。わあ、わあ、ね、具が本当に美味しいんですよ。いろんな種類の具が入って、それなんだろうね。あの結構掴みすぎなところがあるんですけども、あの、まあ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 、まあ好きなだけ食べていただいて。あ、ぜひぜひ。なるほど。あ、一個ずつこういう状態ですね。一口とかで食べれる。なるほど。可愛い。ピクとかなかった。こういうことな。そう、本当はそうなんです。まあまあ求めてもこういう状態ですね。問題ないので。ね、めっちゃ綺麗。サーモンとこれなんかチーズなのかとハム。ぜひ食べてみてください。いただきます。うん。一気にいけました。口が大きい。食べ方は結構豪快。めっちゃ美味しい。ですね。なんかパンがしっとりしてて。うん。あ、そうね。そうなんです。うん。世界で一番好きなサンドイッチです。ほんまに美味しい。ですよ。あ、では、はい、ほら、なんだかんだ言いつつも、はい、コンビニの卵サンドとスナックサンドが好きみたいな俺にとって、うん、こういうちょっとですね、こういうのね、いいよね。
よかった。よかった、喜んでもらえて。OL。なんか、これ開けた瞬間。